絶対戻ってくる、絶対やる、お前らは強いからもっといけるから。ゲームはね、いいゲームしてるよ、してる。君らの方が逆にゲームの組み立てとかいろんなところでは素晴らしいと思うよ、ね、ただ肝心なところのシュート力とかパワーとか、ね、まあ、今は高さでも今日はやられたと思うけど、だそういうところを補うためにスピードだったりシュート力だったりな、ほとんど2年じゃん、もう太陽と男と光線だけやん。いい経験できたよね。来年これを糧に絶対戻ってくる、絶対やる、なそういう気持ちで頑張れよ、ね、いいゲーム、ゲーム的には。でもやっぱりパワーとか肝心のシュート力だとか、そこをあと1年ね頑張ろう。はい、スケープレイ、ありがとうございました。スケープレイ、お願いします。はい、ご苦労様、悔しいか、悔しいか、はい、ね、4月からねちょっとチーム見させてもらってここまで来れてたわけですけど、当初のプランというか目標ゴールね、ここの場所、ここの場所でスタートしたと思いますね。その時には何言ってるんだこの人と思ったかもしれないけどね、分かるけど、それはお前たちが連れてきてくれたというふうに思っています。だから君たちが3年生3人ね、3人が中心となって、ね、寮長にしてもそうだし、そうだし、ね、キャプテンにしてもそうだし、ね、ゲームでも引っ張ってくれるし、だそういうね、下級生に背中を見せてねやってくれる3年生だったと思います。そういう姿を見てね、1、2年生もこれから来年も絶対に、さっき小谷先生も言ってたけども、来年絶対戻ってくるっていうね、そういう意思を持って取り組んでいきたいと思います。ここで終わりじゃないから、わかる、ね、高校3年生も一緒、ね、引退にはなるかもしれないけども、だからここで終わりじゃない、わかる、大学に行ってやるやつもいるし、ね、違う道で活躍するやつもいるし、そういうふうなこの高校3年間の、で高校3年、明徳は中学校3年間および6年間の、糧をね大事にしてこれから頑張っていきます。ありがとうございました。エスケープレイ、ありがとうございました。ありがとうございました。よし、お疲れ、よし、よし、ありがとうございました。3人やから、3人やから。お前途中の泣くしようのから。俺泣いてないって。俺泣いてない。どこと喋れるか。喋る。代表して。本当にこのチームで試合できた自分は幸せなんじゃないかなと思いました。みんなしっかり来年に向けて自信を持って、俺らでもここまで来れたから、お前らは強いからもっといけるから、レベル高いところ行ってください。お願いします。俺らの分まで来年頑張ってください。ありがとうございました。で1年生も来年、再来年も、ウィンターカップに向けて頑張ってください。ありがとうございました。本当にたった10ヶ月だったんですけど、もう夏休みとかもすごく短く感じたし、すごいラスト1年、濃い1年だったと思うので、みんなも
ラスト2年、1年あると思うけど、中野先生ついていけば絶対全国また戻ってこれるから、しっかり中野先生のことを信じてやってくれたらと思います。ありがとうございました。上から目線。